ハイランドソフトウェアは、オンバセと呼ばれる、エンタープライズコンテンツ管理とプロセス管理、ソフトウェアスイートの開発会社である。このアプリケーションスイートは、ヘルスケア、金融サービス、保険、政府、自治体、高等教育及び製造業で、主に使用されている。アメリカのオハイオ州ウェストレイクに本社を置き、ネブラスカ州リンカーン、カリフォルニア州アーバイン、 ノースカロライナ州シャーロット、マサチューセッツ州アンドーバー、ユタ州ソルトレークシティ、フロリダ州タンパー、カンザス州レネックサ、アリゾナ州フェニックス、ブラジルのサンパウロ、イギリスのロンドン、日本の東京、オーストラリアのシドニー及びメルボルンに事業所がある。ハイランドソフトウェアはパッキー・ハイランド・ジュニアによって1991年に設立された。パッキーは ネシダー銀行のメンバーと会い、ネシダー銀行のデータ処理について、高額ディスクへ直接日報を格納することによって、電子情報技術が印刷コストをどれだけ削減できるのかについて議論した。パッキーは、ハイランドの最初の顧客となったネシダー銀行のために、文書管理システムオンバセの最初のバージョンを考案した。オンバセは、もともと銀行のために作られたので、 ハイランドの顧客の大多数は銀行業界であったが2017年現在はヘルスケア提供者も ECM 技術を利用している。ハイランドの創設者、パッキー・ハイランド・ジュニアは1991年にウィスコンシン州のネシダー銀行のためにオンバセの最初のバージョンを開発した。2001年まで CEO 及び社長を務め、 兄弟である A.J. ハイランドとビル・プリーマーによって引き継がれた。ミゲル・ズビザルタは1992年に CTO として同社に参加し、2016年に引退するまでオンバセ製品ラインの製品開発指導とアーキテクチャの責任者を担当した。クリス・ハイランドは1992年に入社し2020年に引退するまで CFO として務めた。 2006年9月1日、マトリックスイメージング2008年7月1日、リバティ情報管理、システムズハイランドは、より大口の顧客とパートナーを獲得するために同社を、買収。カリフォルニア州のオフィスは、コスタメサからアーバインへ移転し管理されている。2009年7月1日、バルコデータシステムズバルコのソフトウェアは、メディテックのソフトウェアと統合した。 2010年3月1日、ユブヘルス二千十2 0 1 0年9月1日、ハーシーシステムズ二千十2 0 1 0年9月24日、コンピュータシステムズカンパニー株式会社2012年12月17日、ECP エンタープライズコンサルティングパートナーズは、デルテックソフトウェアの顧客向けに、業務プロセスを簡素化するソリューションを提供している。デルテックアプリケーションとチームレスに連携し、 電子文書ストレージや画像対応のアプリケーションからデルテックソフトウェアビジネス対応テンプレートソリューションなどの機能を提供している。2013年2月28日、エニートックソフトウェア2015年10月13日、ローロギックス2 0 1 6年5月9日、アクラサフトエンタープライズコンテンツ管理をインタラクティブインテリジェンスインクから買収。両者は共に 保険市場における特定のニーズに重点を置いたコンテンツ及びプロセス管理に専念している。2017年7月7日、パーセプティブソフトウェアのポートフォリオアセットであるパーセプティブコンテント、アクオビネ、パックスギア、クラロン、ノルイ、サペリオン、パラス、アテナ、アイシス、ツイスティッチを買収した2018年4月2日。 ヘルスケア情報テクノロジーソリューションの大手プロバイダー、アルスクリプッツからワンキンテント部門の買収を完了した。これにより、ハイランドソフトウェアのヘルスケアソリューションのコンテンツ及び、画像管理ソリューションが保管され、ポートフォリオが強化された。2020年2月1日、ラーニングマシン2020年2月24日、 ストリームラインヘルス ECM 事業2020年10月22日、アルフレスコ2021年4月8日、ナクチオ,オンバセロゴハイランドソフトウェアの製品は、オンバセに代表される文書管理、ビジネスプロセス自動化、記録管理を統合する ECM アプリケーション群である。フォレスターリザーチなどの業界アナリストは、オンバセの強みであるイメージングやアーカイブ機能といった基本製品である、 ECM 機能に注目している。オンバセ製品はまた、既存の技術からさらに多くの価値を得るために、マイクロソフトや SAP、オラクルコーポレーションや、ローソンソフトウェア、ガイドワイヤーと連携するモジュールを提供している。オンバセは、文書管理とイメージングで2015年ベストインクラースに指名された。2011年12月、オンバセは、ドラモンドグループから、 電子医療記録モジュールとして有効利用認定を取得した。オンバセは病院が選択できる ECM ソリューションとしてアメリカンホスピタルアソシエーションによって推奨されている。ウォッシュと農群は紙文書を排除するために ECM を使用している。コロンビア大学は書類管理効率化のために ECM を使用している。ECM は製造業や保険等の金融業。 物流などの業務用ソリューションとして使用されている。ハイランドはオンバセクラウドと呼ばれるオンバセソフトウェアのサス型ソリューションを提供している。このサービスはハイランドが伝統的なオンバセ製品として提供しているクラウドベースのバージョンであり、アプリケーションはデータセンターでホストされインターネット接続を介してアクセスする。シャレバセロゴ、日本語外部リンク。 h t t p s s h a r e b a s e o n b a s e c o m j p h i g h l a n d は2016年からシャレバセと呼ばれるクラウド型のファイル共有製品を提供している。このサービスはウェブブラウザやモバイルなどのデバイスから組織内外のドキュメントの共有を可能にする企業向けに設計されたクラウド型の エンタープライズファイル共有製品である。シャレバセはワークフローを介してファイル共有を自動化するといったオンバセソリューションの拡張が可能である。また、2017年から日本語 UI のサービスが開始された。2014年以来、フォーチュン市で発表される100ベストカンパニーズツワーク4の一社に選定され、6年連続でランクイン。順位は、 従業員への意識調査をベースとして決定されている。2017年、フォレスターリサーチ社は、フォレスターウェーブの ECM、トランザクションコンテンツサービスレポートにおいて、ハイランドを次の通り評価した。ECM トランザクションコンテンツサービスフォレスター社は、現行の製品、戦略、マーケットの存在感を含む28の ECM トランザクションコンテンツサービス機能に、 基づいて、最も影響力のあるソフトウェアプロバイダー13社を評価し、現行の製品で最も高いスコアを獲得した、オンバセの開発元ハイランドをエンタープライズコンテンツマネジメントにおけるリーダーと評価した。ECM ビジネスコンテンツサービスフォレスター社は、ユーザビリティ、顧客成功プログラム、ファイル共有及びコラボレーション機能を含む26の ビジネスコンテンツサービス機能に基づいて ECM 業界で最も重要なベンダー15社を評価しハイランドを強力なパフォーマーとして評価した2017年シンガポールの公衆衛生機関シンヘルスのサプライヤーフォーラム及びサプライヤー認定イベントで最優秀賞のシンヘルスエンタープライズパートナー賞を受賞したシンヘルスでは受賞理由は ワークフローの最適化とビジネスシステムの変換を容易にし、組織全体の臨床アプリケーションをサポートして、ビジネスプロセスを強化した功績と評している。2019年、アスパイア社による顧客コミュニケーション管理業界を視覚化しその能力とビジョンに基づいて、ベンダーをランキングするインタラクティブなオンラインツール、アスパイアレダーボード4ビジネスオートメーションで、 ハイランドがリーダーに選定された。2019年、フォレスターリサーチ社は、フォレスターウェーブのエンタープライズコンテントマネージメント、コンテンツプラットフォーム Q32019、レポートにおいて、ハイランドをリーダーと認定した。2020年12月、ガートナー社によるマジッククアドラント、コンテンツサービスプラットフォーム部門で、ハイランドとアルフレスコがリーダーに選定された。 ガートナー社から選定されるのはこれで11年目となる。2019年、ハイランドはアメリカのプロゴルファーザンダー・ショーファルトのスポンサー契約を2023年まで延長した。ありがとうございます。